どうも、龍神チャンネルの宮ちゃんです。前回もね、一度やらせてもらいましたが、グローブのお湯もみを、またお願いされましたので、それを動画に収めたいと思います。はい、今回お願いされたのはこちらのジームスのグローブですね。ちょっと軟式か硬式かは伺ってなかったんですけども、おそらく軟式じゃないかなと思います。まあ結構ね、柔らかいですし、でまあ、なるべくお湯もみするにあたって、まあ、新品の方がいいですよっていう風な話はしてたんですけども、まあ、ちょっと使っててもいいですかっていう風なことで見せてもらいましたところ、まあ許容範囲かなと思ったので、今回はこちらをお受けしました。グローブ自体はこんな感じです。ちょっと古いモデルなのかな。こちらを、お湯もみしていくんですけども、一応まあご希望の方みたいなのを伺ったところ、まあ、ザ・ショート用みたいな感じにしてくださいっていうふうなことで、まあ見てわかる通りですね、ちょっと紐締めすぎかなっていうふうな感じがするので、ちょっとこのね受給面が、狭くなってる感じがするので、まあ、ちょっとこの辺をもう少し、まあ、こんだけ引っ張っちゃってるんで、なんでもうちょっとこの辺をゆったりさせてあげながら、こういう感じの形をつけて、でこの辺ももうちょっとね、この辺を柔らかくしてあげて、こちらをそんな感じで片付けしていきたいと思います。では、例によってですね、またお湯を用意しました。お湯は、まあ、本当に蛇口から出る、程度のお湯の温度でいいと思っていますので、まあ、41度とか42度とか、そんな感じで、お湯は入れてあります。前回のお湯もみの動画の時もそうだったんですけども、まあいろんなやり方がある中の一つとして、考えてもらえればと思います。このやり方が正しいとかっていうのは僕はないと思ってますので、そこのところをご了承ください。はい、では早速やっていきたいと思います。まあ、結構僕はジャブっとしっかり皮に染み込むような感じで入れるのが好きなので、それでやってます。ではちょっと軽く絞ってタオルで拭き取りたいと思います。はい、まあ、拭き取れる範囲でお湯は拭いていきます。で、先ほど言ってました通り、ここをちょっと緩めてあげたいと思います。はい、こんな感じですかね。ではここから片付けしていきたいと思います。はい、まずはこの親指の部分ですね。はい、今度は親指がこっち方向ですね、こっち方向の特にこの辺りを意識して揉んでいきます。なので揉み方としてはこうですね。はい、今度はここの部分ですね。ここの部分も方向としてはまずこっち側ですね。はい、今度はここの部分ですね。ここの部分を意識するので、方向としてはこっち側ですね。こっち側。はい、今度はここの指の部分をこっち側に揉んでいきます。なのでこうですね。で、今度はウェブをほぐしていきます。なのでここの部分も込みで揉みほぐすので、はい、今度はちょっと叩きます。はい、こういったパンチャーを使って叩いてあげます。
入って叩いた感じでちょっと違和感のあるところを微調整していきます。はい、とりあえず片付けこんな感じで終了です。はい、とりあえず、お湯につけての、揉みほぐしの加工はまずは一段落しました。さっき言ってた紐を締めすぎてた部分ですかね、紐を緩めてあげてそこをちょっと中心に揉み込んであげたんで、形としてはまあいい感じに、まあ、ここから乾燥したといけるかなっていうふうには仕上がりました。はい、こんな感じですね。いかがでしょう、先ほどと比べて。どうしてもここが縮まってしまうと、確かにこういうふうには閉じてくれるんですけども、その分ここの受給面が狭くなってしまうっていうデメリットがあるので、まあ、緩めすぎると、こうダラーンと緩めすぎるとどうしても形がこういうふうになりがちになっちゃうんですよね。指が自由になりすぎちゃうんで、なのでそことのバランスをうまく取りながら片付けをしてあげれば、はい、極端な話こんな感じになりますね。はい、ではこれ今度乾燥させていきたいと思います。はい、ということで、こちら、2日ほど乾燥させました。ほぼほぼ、水分が飛んで乾燥している状態になっております。はい、ここからさらに、形を仕上げていきたいと思います。はい、仕上げですね、まあ、若干まだ、硬さが残る場所があるので、ちょっとそういったところを手でもう一回ほぐしていきます。イメージ的にはやはりこんな感じなんですよね。しっかりと親指と小指が、稼働するような形を目指していきたいですね。はい、ここで、はい、スクワラーオイル使っていきます。はい、もう色がこれぐらい変わるぐらいしっかりと使います。こんな感じかな。はい、いい感じに仕上がってきましたので、もうちょっと叩いていきます。はい、では今度はレース関係ですね、締めていきたいと思います。はい、完成しました。はい、仕上がりこんな感じです。ちょっとまだね、親指がちょっと硬いかなっていう感じがしますんで、もうちょっと微調整はしていきたいと思います。まあ最初ね、本当にここをビッチビチに詰まってて、もうこういう感じのこういう形だったことを考えると、まあだいぶ良くなったかなっていう感じがしますね。まあ、とにかくね、まあここを緩めてちょっと長さを調節することで、まあ、この3本をうまく使えるようになるかなと思うんで、もう人差し指を、はい、人差し指をちょっとこう軸にしながら、こう親指とこの残り3本の指でこう自由に動かせる感じですかね。で作ってみました。ジームスのグローブ触ったの久々なんで、ちょっと楽しかったですね。はい、ということで今回は、久々にですね、グローブのお湯もみの動画を、作成してみました。また次もですね、グローブ関係の動画、作ることができたら、動画にしていきたいと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、各種 SNS のフォローぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画ご期待ください。さようなら。